シュラマル。しょうがないわね。どうせ人数も集まらないだろうし。私の息子は優しいから参加してあげる。何の話？あなたの娘来週誕生日会するらしいじゃない。息子も参加してあげるって言ってるの。あまり大人数でやる予定じゃなくて、娘が呼びたい人に招待状渡してるはずだけど、港くんももらったってこと？招待状？そんなのもらってないけど。ただ港が大花ちゃんの誕生日パーティーに行くからプレゼントを買いに行くって。だから招待状もなく特別に呼ばれたってことじゃない？今娘に聞いたけど招待状渡してないし誘ってないって。はぁ？もしかして私の息子を誘わないことなんてないわよね。あなたは他のママ友と違って見込みがあると思ってる。見込みがあるって何よ。それに誕生日会に誘うかどうか娘に任せてるから。他のママ友ははっきり言って使えないわ。パートやアルバイトで働いてるだけで脳なしばっかり。私なんて正社員でバリバリ働いてるんだから。なるみさんも大手企業の役職者でしょ。だから私の息子と遊ばせるにはギリギリセーフかなって。なんでそんな上から目線なわけ？アルバイトやパートで働いている人たちも、専業主婦の人たちもしっかりと家事育児をこなしてる。正直仕事をするより大変なことだってたくさんあると思う。専業主婦が大変？ちょっと笑わせないでよ。家でぐーたら横になってせんべいを食べてるだけでしょ。山田さんのところなんてほとんど家から出ずに家にいるし。山田さんは在宅ワークしてる。そんなの絶対嘘。ネットサーフィンかアニメをむさぼっているだけ。それを在宅ワークなんてものは言いようね。私なんか毎日仕事で疲れてるっていうのに。仕事をしてるから偉い、役職者だから偉いなんてことはない。そんなことで人付き合いを選ぶような人間にはなりたくないね。私は息子にふさわしい人だけ仲良くすればいいと思ってる。パートやアルバイトしてる人の子供なんてたかが知れてるわ。そんな人と港が一緒にいたら将来が不安でしょうがない。子供が仲良くするのに親の職業は関係ない。とりあえずそういうことだから、なるみさんは唯一私が目をかけてあげてるんだからね。うわ、いらないわ。ゆくゆくは港のお嫁さんに大花ちゃんをと考えてるわ。何言ってんの。なるみさんはシングルマザーだけど、タワマンに住んで大手企業の役職者。大花ちゃんだって勉強や運動が得意だって聞いてるし、顔も可愛い。港の相手にふさわしいわ。愛想がないのが難点だけど。勝手に決めつけないで。結婚なんて早いし、もしする時があっても相手は自分で決めさせる。それに大花は愛想はいいよ。あなたみたいな頭がおかしい人には愛想悪いけど、ちゃんと自分の目で物事を判断できる子なの。私のことバカにしてる？そんなことより誕生日会の話でしょ。まあそうね。とりあえず私の息子も参加するから、その時に二人っきりにしていい雰囲気を作りなさい。誕生日会は大花が誘った人だけを呼ぶ。招待状を何人に渡したかによってお菓子の準備とかもあるし。じゃあ私の息子に来るなって言いたいの？誕生日会に行く気満々なのよこっちは。はぁ、大花に話して、あとは子供たち同士で話し合い、それでいい？大花ちゃんが泣いて頼むことになるはず。どうせ参加することになるんだから、今のうちに人数に加えときなさい。私の名前はなるみ。タワマンに住むシングルマザーです。私は小さい頃から変な人に絡まれやすい体質で、そのせいか思ったことはすぐに言うサバサバとした性格になりました。今 LINE をしていたのはママ友の玉木さん。彼女は何かと上から目線で他のママ友にも喧嘩腰。自分が正社員で働いているからってそれを自慢して、パートやアルバイトで働いてるママさんをバカにしてる。正直誕生日会も来てほしくないけど、港くんがお祝いしたいって言ってくれてるなら拒むのもね。結局港くんも誕生日会に参加することになった。誕生日当日。もう少しで家に着くわ。今日は港のお見合いみたいなものだから気合い入れてよ。港との時間を4時間は取ってもらうから。他にも仲いい友達呼んでるんだから港くんだけに構うなんて無理。わがまま言わないで。なんなのその態度。はぁ、もう少しで家に着くからちゃんと準備しときなさいね。玄関先でお出迎えよろしく。
誕生日会はもう始まってるからそれは無理。大岡ちゃんが迎えに来てくれなかったらうちの子はどうするのよ。インターホンを押して普通に入ってきて。それじゃあ忙しいからまた後で。絶対に迎えに来なさいよ。数分後、家に入れないんだけどどういうこと？招待状を持ってないと家に入れないってゆりさんから言われたんだけど。ゆりから？あなたと仲がいいママ友かなんだか知らないけど、でかい顔して入れないとかふざけないで。今すぐ家に入れなさい。おかしいな、招待状渡したと思ってたんだけど。ちょっと待ってて。ごめん、今話したから中に入れると思う。まったく本当に気が利かないのね。招待状も私忘れるし、家の中に入るまで5分も待たされるし、本当に最悪な気分。招待状私忘れてたのはこっちのミスだからごめん。だからって玄関先でギャースか騒ぐのはやめてね。あともう少しで隣のご近所さんが警察呼ぶとこだったらしいよ。入れてくれないゆりさんが悪いわ。だいたいなんであの人がでかい顔して門番みたいなことしてるのよ。本当に腹が立つ。ああそれはっていうか何よこれ。プープー、あなたがタワマンに住んでると聞いてたから私は息子の相手にふさわしいと思ったのに。お菓子も普通の駄菓子じゃない。それが何？お金持ちならもっと高級なお菓子とか準備できないわけ？こんな安物のお菓子に普通のオレンジジュース、ケーキもそこら辺のケーキ屋さんで買ったやつでしょ。そこのケーキ娘が好きだから。こんな安物ケーキを好きとか将来が心配。もっと今のうちからいいもの食べさせないと。港と大岡ちゃんの間の子供が味覚ばかりになったらどうしてくれるわけ？なんでもう結婚する前提なの？大岡が選んだ人なら結婚相手として異論はないけど、あんたみたいな常識がない土俵女とは絶対に家族にはなりたくないわ。はぁ？せっかく来てあげたのに何よ。こんな安物ばっかりのパーティーなんて本当に最悪。タワマンに住んでるっていうのも嘘じゃない。嘘つき貧乏パーティー女。ここ私の家じゃないけど。はぁ？気づいてなかったの？私はただここでパーティーすると聞いて住所送ってもらっただけ。ここあなたの家じゃないの？違うよ、ここはユリの家だから。インターホンを鳴らしたら家主のユリが出てきたってこと。そういうこと？どうりで安っぽい家だと思った。あーよかった、息子の将来の家がこんな安っぽい家じゃなくて。人の家をバカにするなんて最低。それに十分大きい家だし、あんたの目は節穴？そんなことより私だけ別の部屋に通されたんだけど、これってどういうこと？確かにあなたの姿は今見えないね。違う部屋に案内されたの？そうよ。なんか部屋から出られないし、とりあえず庭に出てそっちに向かう。本当に気が利かないんだから。は？何様のつもり？呼ばれてもないパーティーに自分から参加したいって言って、散々文句ばっかり言うなんて本当に非常識。文句があるならさっさと帰れば。ギャー！今度は何？なんなのこの庭？なんで庭に落とし穴があるわけ？結構な深さで服もベタベタになっちゃったし、どういうこと？それは知らないけど、息子さんと二人そのまま帰って。え？港くん、大岡と話したいって大声で叫び出して、大岡と遊んでいる友達を突き飛ばした。本当に？港は大丈夫なの？なんでそこで息子さんの心配になるのよ。そこは普通突き飛ばされた友達の方を心配するでしょ。大岡ちゃんと話すのを邪魔した友達が悪いに決まってるでしょ。はぁ、もう二人とも帰って。港くんは大岡の友達みんなからひどいって言われて泣いて玄関に向かった。大人の静止を無視して大暴れして止められなかった。そのまま二人とも帰ってね。それじゃあ。あ、待ちなさい。まずは私をこの穴から助けなさーい。ゆりと玉木とひまわりのライン。大岡ちゃんの誕生日をめちゃくちゃにするおつもりですか？あんな風にわがまま言わせるなんてダメです。ましてや他のお友達を突き飛ばすなんて。あ、ゆりさん、庭の落とし穴はどういうつもり？落とし穴にはまったんだけど。その落とし穴はサプライズで用意したものだったんですよ。おまぬけな誰かさんがハマってしまうなんて予想外です。サプライズ？誕生日会の締めくくりにサプライズを準備していました。絶対に嘘。誕生日会の最後に落とし穴に落とすなんて聞いたことない。
確実に玉木さんのための落とし穴ですね。このために私昨日呼ばれたのか。おかげで全身筋肉痛ですよ。作ったのはあなたね、ひまわりさん。二人ともグルで私のことを落とし入れようとするなんて、どこまでも最低な人たち。そんなことより早く息子さんを迎えに行ってはいかがですか？玄関で大泣きしていますよ。あなたたちが行けばいいじゃん。今すぐ息子と私を迎えに来なさい。突き飛ばした後大騒ぎしたのを見てないから言えるんですよ。はい？突き飛ばした後に相当悪口を言って大暴れ。大花ちゃんは全く響いてないみたいでしたけど、周りの大人や子供もドン引きでした。そんなに？大花ちゃんのあの冷め切った目、何を言われても心に響いてないような凛とした姿、まるで幼いなるみさんを見ているようで、私、はぁ、かわいい。ちょっと何なのよこの人。以前ゆりはなるみさんに痴漢から助けてもらっているんですよ。だからなるみさんのことが大好きなんです。その話は知ってるわよ。安っぽい友情だと思ってたわ。安っぽい友情？そんなちんけな言葉で片付けないでください。ゆりは暴走すると手がつけられなくなりますから。なるみさんがいなかったらきっと今頃その男は棺桶の中。棺桶の中？あんな男いなくなって当然です。だけど優しいなるみさんのおかげで私はいつも通りの生活を送れています。だからなるみさんに迷惑をかけるゴミ虫を排除する。それが私の役目。それ私のことじゃないでしょうね。私は別に迷惑なんてかけてないから、私に敵意を向けるのはお門違い。あ、私の話も聞いてください。私もなるみさんのことが大好きで、学生の頃にみんなからバカにされていたのを助けてくれた。そして生まれつき運がいいため、なるみさんに害を及ぼす人には悪いことが起きる。以上です。話を戻します。ああ、ゆり、適当に解説しないでよ。面倒なので省略しました。さらっとすごいこと言ってない？運がいいからとか中二病臭いこと言わないでよ。腹がよじれるほど笑ったわ。これが本当なんですよ。ギャー、ミミズの大群が。早くここから出しなさい。言ったでしょ、あなたのようなゴミ虫を排除すると。なるみさんに迷惑をかけたなんて許せない。それに大花ちゃんの結婚相手、なるみさんと家族になるなんて、そんなこと絶対にダメ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 。あなたのようなゴミクズが家族になるなんて絶対にダメダメなの。ただの冗談じゃない。まだ先のことだし、別に本気で言ってたわけじゃないし、ちょっとそうだったらいいなー程度で。冗談でも許せない。そのまま土に帰りますか？はあ？そんなことしたらなるみさんに嫌われちゃいますよ。それは嫌。なるみさんに嫌われたら生きていけない、生きていけない、生きていけない。そんな人生は生きていないのと一緒。ちょっと怖いわこの人。もう相手してらんない。なんとか落とし穴も出れたし、こんな家すぐに出ていくわ。最後に一つ面白い話を聞いたんですが、聞いていきますか？面白い話？そんなの興味ないというか、今すぐ帰ってお風呂に入りたい。聞いていきますか？聞いていきますか？聞いていきますよね。わかったわよ。最後に聞いてあげるから早くして。ひまわり、あの話を。あの話って何のことですか？本当に頭の回転が遅いのね。この話の流れでわかるでしょう。何の話かな。本当に運だけで頭はちっとも回らないんだから。そんなこと言うなんてひどい。なんだかんだ私の運に助けられてる時もあるくせに。ベーダ、せっかくもらった修羅丸旅館のチケット3枚あるけどあげないよ。いいの？なるみさんと旅館に泊まれるチャンス逃しちゃうよ。修羅丸旅館？なんであなたがその旅館のチケットなんて持ってるのよ。基本的にあそこは電話予約制で、チケットを渡されるのは親族や仲のいい人だけ。あ、話ってこのことか。やっとわかったんですね、このおバカさん。一言余計だな。私そこのおかみさんと仲がいいんです。おかみと？そうなのね。でもどうして？一度泊まったことがあったんですけど、そこで意気投合しちゃって。
その後服屋さんでもばったり会ったんです。そこでまた意気投合して LINE を交換したんです。へー、そうなの。コミュニケーションお化けというか、なんというか。えへへ、褒めてないんだけど。え、そうなの。それで話っていうのは早く言って。そこである人の愚痴をよく聞くようになったんです。愚痴？息子さんが結婚したお嫁さんがその旅館で働いてるらしいんですけど、あまりにも態度が悪いし仕事もできないって。それにもしかしたら横領もしてるかもしれないって。バレてたの？何か心当たりがあるようですね、玉木さん。いや別に。だから来月クビにするそうです。多分自分の息子と離婚することにもなるだろうって言ってて。どうして？クビになったら離婚なんておかしいじゃない。その人はどこの面接にも受からないらしくて、お金の管理もできないから自立できない人とは一緒にいられないって話らしいですよ。そんな。どうして落ち込んでるんですか？ここまで話してあなたも気づいてなかったなんて、とんだおバカさん。私が？そのどっかのバカは玉木さんですよね。どうしてそれを？なるみさんに迷惑をかけるコミクズのことを調べ尽くしています。あなたが義両親の経営する修羅丸旅館で働いていることも、パートやアルバイトをしないと旦那さんから離婚すると言われていることも。それでいやいや修羅丸旅館で働いてるんですよね。義両親の元で働くなんて嫌に決まってるじゃない。気は使うし、なんだか居心地悪いし。玉木さんの話だったの？そうです。そうでなければ今その話をしろなんて言いません。私はクビ、それに離婚。嘘よ、こんなの夢よ。あ、でも私はまだなるみさんが残ってる。はぁ、なるみさんと家族になろうなんて、すぐにでも棺桶に入りたいようですね。そうだった。嘘よ嘘。ちゃんと別の人を見つけるから安心してね。迷惑親子同士仲良くどうぞ。迷惑親子？みなとくんはおうかちゃんにつきまとっていました。はぁ、おうかちゃんのことが好きだからと追いかけ回して嫌がらせをしたり、いろいろやってたみたいですよ。嘘でしょ。似た者親子ですね。おうかちゃんからは完全に無視されていたみたいですけど、だから本当は今日の誕生日パーティーには呼びたくなかったそうです。でも結局呼んでくれたじゃん。そんなデタラメな嘘言わないで。おうかちゃんはなるみさんに似て大人なので、みなとくんのわがままを聞いてあげるためにパーティーに呼んであげたそうです。だけど来てほしくなかったから、パーティーの招待状はわざと渡さなかったんですって。さっきゆりお姉ちゃんごめんなさい、わざとみなとくんに招待状渡さなかったの、そのせいで怒られてごめんなさいって可愛かったですね。そんな、みなとが嫌がらせなんて。他にもいろいろと悪さをしているようです。軽い万引きから友達を仲間外れにしたりなどなど。後でまとめた資料をお送りしますので目を通してください。そんなの嘘よ。はあ、ちなみに謝った後のおうかちゃんから、わざと招待状渡さなかったのに来るなんて厚顔無知、ろくな大人にならないんだろうなって言ってたのは痺れました。大人でサバサバした発言、やっぱりなるみさんの娘、将来有望でゾクゾクします。玉木さんは泥だらけの服のまま親子揃って泣きながら帰っていった。誕生日パーティーも一時混乱はあったものの無事に終了。大花も湊くんのことは記憶から消したのってくらい気にしてなかった。大花は前から湊くんにアピールという名の嫌がらせをされてたみたいで、本当は誕生日会には呼びたくなかったけど、しょうがなく呼んであげたんだって。大花に理由を聞いたら、気になる子をいじめてしまうのは子供だからしょうがない。だって、本当にこの子小学生だよねって最近思う時があるわ。玉木さんは働いていた旅館をクビになり、旦那さんとも離婚したらしい。玉木さんは実家に帰って今は一日中家の中にいるみたい。仕事をしろと両親に言われてるみたいだけど、外に出たら私は消される。と家を一歩も出ずに、今じゃあ10キロは太ったって聞いた。来月までに仕事を見つけなかったら家を追い出すと言われて、働き口を必死に探してるけど見つからないんだって。最近ユリとひまわりは大花と仲が良くて、まるで姉妹みたいなんだよね。
最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。